お宅のお嬢さん、来年二十歳なられますが、成人式のお着物のご用意はいかがされていらっしゃいますか？と、ある日突然電話がかかってきた。確かに娘は来年の1月に二十歳になる。しかし、その店には今まで一度も行ったこともないし、名前さえ全く聞いたことがなかった。そんな店の人が娘の名前や年齢、生年月日、通っている大学の名前までどうして知っているのだろうと不思議に思った。その時は着物の売り込みぐらいにしか考えなかったものの、時間が経つにつれてなんだか気味が悪くなってきた。見たこともない人が私のうちの中のことをよくしている。どうしてこんなおかしなことが起こるのだろう。誰がこんな詳しい情報を知らせたのだろうか。もしかしたらもっと他のことも私の知らないところで多くの人に知られているのではないだろうか。考えれば考えほどだんだん怖くなる。娘の友達のうちにも似たような電話が何度もかかってきて困ったということだ。このことは娘の通っている大学の学生名簿をこれらの店の人が持っているということになる。またこのような情報を売ったり買ったりいる会社があるということも意味する。ではその会社はどのようにして情報を集められるのだろうか。社員名簿、学校の名簿などを買うことが一番簡単な方法である。または電話によって聞き出す方法もあるだろう。私はこんな経験をしたことがある。ある日、お宅の間取りについてアンケートをお願いします。という電話があり、家族の人数、年齢、うちの広さ、間取り、カーペットの有無、その色などについていろいろ聞かれた。正直の会社だという言葉を信じて、正直に答えてしまったが、こんな答えも使おうと思えば立派な情報として利用できます。何気なく聞かれ、何気なく答えていることが、みんな情報としてどこかに集められ、見も知らぬ人たちに何かの目的で管理されているということは、無視できない問題ではないだろうか。うちの大きさや間取り、子供の年齢などが金儲けに使われるくらいならまだ許せるが、一人一人の財産、戸籍、思想、宗教などまで他人に知られて管理され、万一それが悪用されたら、それこそ恐ろしいことである。